はい、皆さんこんにちは。8月の11日、今日火曜日ですかね。なんかお盆休みの間ってなんか曜日が分かんないですよね。あ、これね、今映ってるこれ外人さんですね。ちょっと観光者風なんですけどね。まあまあ、それはいいとして。今日はね、もう暑くて暑くて、もう連日37度ですよ、京都。もう外に出るだけでもこれ殺人級のこの暑さですからね。もう遠いところには歩いていけません。ちょっと昼の休憩にですね、近所のこの当時の国宝、当時の池に来たんですけどね、亀の池ですね、ここね。何にもいませんね。さすがにこの気温が37度ぐらいになると、サギ、カメ、コイ、ハト、ほとんど何もいないですね。みんなやっぱりこう暑さをしのいでどこかに隠れてるようですね。その何もいないというのを報告したくて、こんなビデオを撮ってみました。はい、また来ますよ。あれ、終わりじゃないのか。もうちょっと続きますねすいません。今ね、もうすでにこれアフレコ入れてるのは夜でね、もうすでにビール入ってますからちょっと酔っ払ってますね。ああ、この鳩ね、この鳩を撮った頃が終わりですかね。特段今日は申し上げることも何もございませんが、お盆の休みでですね、皆さんいろんなところに出かけていて、これ終わりって言ったからめちゃめちゃ長いですね。どうしようかな、もう一回撮ろうかな。まあいいか、鳩が飛んでいったんで今日はこの辺で終わりにしておきましょうかね。はい、また来ますよ。